はい、おはようございます。のりまるです。今日は2018年6月の26日火曜日ですね。今時刻は7時24分になりました。今朝のチャート観察として、チャート見ながらね、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。これどれ4時間足ですね。4時間足レベルで、こう下がってきているというところですよね。で、まあ、週明けに、この位置でね、サポートされていたところから、どんと大きくね、下に抜けてきたと。というところで、まあ、レンジの中でも、まあ、下に向かって、今、現状は動いているということですね。で、この辺りに、まあ、現状の底があるので、まあ、ここを抜けるとね、どんと大きくいきそうですけれども、まあ、こういう、まあ、以前4時間足レベルでも、こう、底を作って上昇していったところっていうのは、まあ、硬くなると思うので、まあ、一回 この辺りでは反発しそうだなと。まあ、狙うとすると、まあ、こういったものに引きつけてから、こんな感じのイメージを持っているっていうところですよね。で、実際に今どうなっているかっていうと、まあ、その手前、この辺りのラインですよね。109.4円。まあ、こういう、まあ、目標に接近するときには、いろんなとこからね、まあ、ラインが引っ張ってこれて、まあ、いろんなところで反発したりするっていうところで、まあ、直近の安値を超えてくるとね、まあ次大体まあこういうところを目指してくるわけですけども、まあ、どこで反発してくるか、まあ、正直わからないですよね。なのでまあそういったところには、まあ、引きつけてから狙っていった方が、まあ、安心な場面にもなってくるわけで。まあ、ただね、今の流れも下方向に抜けてきたっていうところを見ると、仮にまあ上がってくるチャンスがあれば、上がってきたところから踏みたいなっていうところですよね。あと、まあ、下がりきったところからは、まあ、ちょっと買うチャンスはあるかなと。まあ、そういったところをまあ前提として見ていたわけですけれども、まあ、日足を見るとね、ちょっと動きをなくしつつ、だらだらだらと、じわじわじわと下がっているっていうところですよね。で、まあ、前々から見ていたように、高値は切り下げて、まあ、安値もまあ切り下げて、持ち合いになってきているっていうところ。で、日足の押し安値は、109円付近ですよね。まあ、さっき見た底あたり。このあたり抜けてくると、まあ、大きくね、どんと、まあ、下がってくる可能性はあるかなというところです。ここを、まあ、1時間してみるとこんな感じです。なんとかね、このライン109.4ですね。今見たラインで、支えられて、ダブルボトムを作ってから、これ、朝、なんでしょうね。ドーンと大きくいったと。逆にね、こういう動きをしてくると、もう逆張りのチャンスですよね。今週の初めで、先週の終わりにですね、先週の終わりで、付近まで、まあ、値が進んでいったんだけども、今大きくね、上髭つけて、じわじわ下がってきてるところです。で、これがまあ4時間の、戻り売りになってきてるので、この戻り売りがね、まあ、どうなってくるのかなというところですね。はい。で、現状のその4時間足レベルの戻り高値、が、まあ、大体このあたり。まあ、110円ってことですよね。まあ、そこを今タッチしてから今、こう、売られてきてるっていう流れだとは思うんですけども、これがまあ、どうなってくるのか。まあ、現状はね、まあ、110円を回復して、来るか来ないかっていうところが、まあ、明確にね、ここからまあサポートされて上がっていく、まあ、きっかけっていうところになると思うので、まあ、それまではね、まあ、上がってきたら売られやすいなっていう、まあ、そういう流れにはなると思います。なので、現状今、まあ、短期足レベルで、まあ、今、こっからの流れですよね。今もうすでにこうな、売られてきてますけども、これが、まあ、例えばね、こういう、まあ、1回の、まあ、短期足レベルで押し目買いをしたとしても、まあ、実体レベルの、例えばこういうところでダブルトップを作っていくとか、まあ、じわじわじわとこう下がってくるね。まあ、イメージっていうのが今、現状としては持ちやすいかなというところ。です。で、この陽線を作ったきっかけ、まあ、今のサポートですよね。まあ、こういうところだったりとか、まあ、もう一段階下の、さっき見た109点、2円、まあ、このあたりですね。まあ、実際にね、ここまでぴったりと反発するかっていうかどうかもわかんないですし、もう少し下、109円ってところまで行くかもしれないですし、だそういったところまで来ると、まあ、上位足レベルでね、大きな、買い勢力がいる場面になってくると思うので、まあ、そのあたりまでの、売りっていうところをひとまず考えていきたいなと。ってところですね。まあ、110円タッチしに行ったんだけども、
まあ、強く売り叩かれたと。まあ、こういうね、まあ、深夜だったり早朝だったりというところの冬の変動は、まあ、いろんな思惑があるでしょうけどね。まあ、ただ今、今日日中、作戦、週明け日中からここまでの期間、まあ、ちょっとね、チャンスがなさそうだったので、まあ、我慢してるというところですよね。まあ、そんな中でもこういう動きをしてきたので、まあ、仮に見ていたとしたら、まあ、こういうところからの逆張りと。まあ、それ見ていなかったので、今から、まあ、売るチャンスがあればね、まあ、上がってきたら、まあ、ちょっと売ってみようかなと。下がりきったところからは、まあ、もう一度様子を見て、こういう下からの反発っていうところを狙っていきたいなというふうには思います。はい、はい、他の通貨ペア見てみようと思うんですけども、オーストラリア円ですね。はい。こちらもね、4時間の戻り売りが入っていたと。4時間、冷やしレベルで戻り売りが入っていたっていうチャートですよね。まあ、これだけ強く売られてきたので、まあ、ある程度まで上がってくると、まあ、売られやすいっていうチャートの中で、こういうね、まあ、切り上げを作ってきたっていうところ。で、まあ、4時間足レベルの押し出すのが、まあ、ここですよね。これがまあ81円っていうところなので、まあ、ここは一つ、まあ、現状の値動き、まあ、ネックラインとしてね、底根圏の、まあ、サポートとして、まあ、機能しやすいなと。こういう底を作っている人とかもあってね、まあ、機能しやすいなってことですね。なんで、そこに接近してた、これ、80.984、まあ、このあたりかな。このあたりっていうのは、一つ、買うチャンスっていうのは、あったかなと。まあ、今はね、まあ、自分はずっと様子見をしているので、まあ、なんとも言えないところですけども、まあ、一回ね、まあ、こういったそこっていうのは、反発しやすいので、まあ、買うチャンスはあるかなと。で、その先なんですけども、やっぱりこういうね、ネックラインですね。これは1時間足、今週の初め値と、週末で、こう、締めを作っていたところ、81.5、まあ、そのあたりですね。今度はこういうところがね、まあ、抵抗体になり得るので、そこまで接近していたときに、まあ、今度はやっぱりね、これ、売られやすいですよね。まあ、狭い範囲、ここのレンジを抜けてきて、まあ、次のこの下のレンジに入ってきて、そこから、まあ、今ね、これもまあ、ドル円ドル朝の動きですね。ドーンとパソコンに今値を接近してきて、どうなのかなというところですけども、今の流れからすると、まあ、4時間足のね、この動きというところを見ると、まあ、横の動きをしているっていうところだったり、まあ、日足で見るとね、大きく売られているっていうところがあると、まあ、上から売っていく方が、まあ、方向性としてはいいかなというところですね。で、まあ、こういう、戻り売りが入っていって、まあ、そこの、まあ、修正波第一波みたいな感じですよね。やったら、狭い範囲で、動いている。まあ、明確にズドンと下抜けてるわけでもないですし、まあ、そういったことを踏まえて、今のこの範囲ですよね。181円から 81.5 円。まあ、この範囲で動いてるイメージっていうのを持っていくと良さそうかなと。思ったところですね。ただ今これだけ強く買われていて、まあ、ここではね、まあ、ドレンドで目標はあるんですけれども、まあ、上抜けてくる可能性、まあ、全然あると思いますし、まあ、ここでの反応っていうのをしっかりと見て、例えば天井圏の、まあ、形。今ね、こう、5分足レベルでダブルトップを作って、落ちてきてる流れがあるので、まあ、こういうとこからショートっていうのは、いいですよね。はい。最初の押しやすいのがここになるので、まあ、ここを抜けるまでは今の、この流れ、この強い要請を作った流れがまあ変わっていかないので、まあ、このあたりの動きっていうのは短期足で見て、まあ、安全に行くならば、まあ、こういう形がいいですよね。で、レンジの、まあ、現状の底、まあ、81円まで、というところを見て、行くと安そうかなと、というところだと思います。はい、まあ、その後の動きっていうのは、これね、週足レベルの戻り売りが入ってきてるっていう、まあ、そういうチャートだったりとか。この下を抜けてくると、
かなり大きいね、動き出しになりそうだっていうところ、週足でこう陰線が繋がってきてますよね。うん、そういったところを見ると、まあ、最終的にね、まあ、下に抜ける可能性は、まあ、高そうなので、まあ、現状としてはね、高そうなので、まあ、高い位置から売るっていう戦略。うん、で、まあ、下、サポートまで来たら、そこからの一瞬の買いですね。まあ、ここはまあ逆張りになると思うんですけども、まあ、一瞬の買いっていうところ。と、まあ、こういうね、まあ、切り下げ、っていうところを見て、まあ、81円ブレイクするような流れを、まあ、一つイメージしてね、高い位置から、まあ、買っていくっていうところがいいかなと。今直感的にここで、まあ、5分足レベルですけどね。まあ、そのね、ここですね。4、5。12ピッツぐらい。はい。まあ、81円。ナイス、まあ、その手前。この辺りまで見ていけたらいいかなと思います。はい。ユーロ円ですね。日足レベルの戻り寄りが入っていって、127円ですよね。127円でサポートされて、そこからの戻しをつけてきて、さあどうするのかなっていうところですよね。で、まあ、やはりというかね、ここ、128.5 円。まあ、現状の戻り高値、4時間足レベルの戻り高値。まあ、こことの、まあ、持ち合いの予想、まあ、レンジの予想を提示しているっていうところですけども、今一回ね、スポーンとこう上抜けてきたっていうところですよね。まあ、動き出しとしては、4時間足レベルでこう、まあ、底を作って、上に抜ける可能性も出てきたかなというところではあるんですけど、はい、こんな感じですね。128円サポート。4時間足。ここの上をね、明確に超えるっていうところ、それを見ていきたいですよね。128.5 円。で、安値。127円ですよね。127円。そことの今、150ピクスぐらい、ぐらいの範囲で動いているっていうイメージを持って、いきたいなと。で、日足で見てもね、ちょっとこう動きをなくしてきてますよね。日足で例えば底を作ってくると、ここからも反転してくる可能性もありますし。ただ上位足で見ると、大きいね、週足レベルのこういう、戻り寄りが入っていってるっていうところ。なので、まあ、はっきりと上まで上がってくると、売られやすいなっていうところではあるんだけども、そこまでの間、その両者のね、思惑が、まあ、拮抗しやすいっていうところで、まあ、乱高下したりね、まあ、ちょっと難しいような形になってるのかなと。ちょっとこうですね。ただ、この上を抜けてくると、まあ、次の目標がね、遠くになってくるので、100ピプスぐらい。まあ、ここを抜けた、抜けるような前兆から、まあ、抜けるような位置から、上に向かうようなところを、意識的なところをね、曲げられたらいいかなと、ところですね。30分足レベルでね、今こういう流れができてきて、例えば、こういうところですね、128.7 円とか、128.3 円とか、そういうところ、もう押し目買いが入っていくような流れになると、まあ、1回の押し目買いってところを狙っていけるチャンスもあるから。ただちょっと今ね、これ、激しい動きをしているので、まあ、そういうのを無視してね、こうそこまで落ちてくる可能性も、あると思うんですけども、今、流れからすると、この128円、まあ、強く陽線を作った根元ですね。まあ、このあたりはサポートになりそうなので、まあ、そこからの、まあ、一旦の反発っていうところは、まあ、狙っていけそうかなというところですね。で、それ以降はね、ここをまあ明確に上抜けるまではまあ我慢した方がいいと思うので、他に上抜けたとすれば、まあ、実体レベルでね、ここを上昇していったとすれば、そこからは、まあ、押し目をね、買っていけるっていう展開になると思うので、やはりもうしばらく我慢したいですね。はい。今こういうところを抜ける特徴としては、例えばこういう、128.5 円から128円付近、こういうところのレンジを作って、ここでまあそこをはっきりと固めてきてくれると、この上を抜けるっていう形も狙いやすくなってくるかなと。まあ、現状はね、ちょっと激しい動き。から、まあ、サポートされてるっていうところから戻ってきてるので、まあ、短期足レベルで言うと、まあ、売りですよね。短期足レベルで言うと。まあ、ただったら上位足で見ると、まあ、4時間、まあ、日足レベルで言うと、まあ、ここで底を作って、この上を抜けてくる可能性っていうのも、まあ、一つ見ていきたいかなと。というところですね。
明確なそのトレンドということではないので、それを見越してね、水平線からの反発、ブレイクというところを見て、トレードしていくことにはなるのかなというふうには思います。しばらく様子見が良さそうですね。はい、こちら、ユーロドルです。ユーロドルの冷やしはこんな感じになっています。まあ、この形を見るとね、冷やしレベルの戻り売りが入ってきたんだけども、ここで、冷やしの底で、ダブボトムを作ってきそうな流れになってきましたね。で、こういう青のイメージ、緑のイメージを持ってきますけども、そういったイメージで、ひとまずこの高値、1.18 かな。そのあたりを目指していくような、今流れにはなってきているかなと。いいところですね。こちらはイメージ通りだったのかな。こんな感じ。よいしょ。はい、こういう感じで、ね、今、トレンドができてきて、4時間足の戻り高値を上に抜けてきたので、トレンドができてきて、明確に超えたのはここですね。1.163。1.16 っていうところでもね、押し目が入ってきているので、ここで、ログしてもいいと思うんですけども、明確に超えるっていう位置としては、以前底を作ったね、こういう4時間、冷やしのネックラインだったり、その上にあった戻り高値ですね。こういうところを抜けてくる。こういうところでの押し目買い。っていうのが、狙いやすい部分ですね。で、戻り高値を超えていったところの押し目。こういうところっていうのが、狙い目になってくると思うので、いいかなと。ここね、レンジ等を見てもいいと思うんですけどね。こんな感じで。121.167 と 1.163 ぐらいですね。現状の高値。こういう髭の先等で引っ張ってくれるラインで、反発していると。こういうところで探検してみて、押し目買いを買っていくっていう戦略で、いいと思います。こちらね、実体レベルでも、この高値をブレイクしてきてるっていう流れがあるので、強い要請が出てくるとね、そういった強い意思表示が、見えて取れますよね。で、この流れ。から今 60.8% って言いますけども、おそらくこれ目標の、ここですよね。以前作った、天井圏のネックライン。1.1736。このあたりだったり、直近高値。これが ECB、政策金利発表で、つけた高値ですね。1.185。そこまで100ピクス超。ありますけども、押し目を作りながらね、こういったところに向かっていく可能性は、高そうかなと。いったところで、ひとまずはこの押し目買いですよね。今の高値。1.167。このあたり、との押し目買い。下がってきたら、買いやすいかなと。今ね、キーパンがこう 1.17 っていうキーパンもあるので、そういったところを使える、で、ね、短期足レベルで、小さい押し目買いを拾ってもいいと思うんですけども、大きい流れで見たとしても、このね、押し目買いを、狙っていけるチャンスはあるかなと。ってところですね。冷やしで見ると、高い位置まで来るとね、やっぱり一度抑えられる。こういうところで、レンジになりそう。ここから V 字でね、ブドーンっていくっていう感じではなくて、仮にこれ、上に回復していくとしても、押し目を作りながらね、波を作りながら動いていくっていうところで、それはまたその先の話ですよね。ひとまずは、この ECB で作ったこの高値を一瞬で抜けるってことはちょっと考えにくいので、1.18475、高値いっぱい、このあたりまでの値動き。実体レベルで言うと、やっぱり 1.18、このあたりですよね。そういったところに向けて、ひとまずね、目線を上に持って、短期足レベルで押し目買いを狙っていけたらいいかなというところだと思います。はい。そんなところですかね。
まあ、週明けの細かい動きから大きく動き出してきたっていうところではあるんですけども、長期の流れで見ると、まあ、レンジの中を抜けきらないっていうところもあって、まあ、ただね、そこまではね、あの範囲は広かったりするので、まあ、その、まあ、今いる、まあ、強いサポート、レジスタンスですね、まあ、そこからの動きっていうところに注目して、まあ、レンジの中をね、まあ、ちょこ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 大きいトレンドを見ていくというよりも、レンジの中をちょこ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 見ていくっていうイメージを持っていた方が、間違いはないかなというふうには思います。ただね、まあ、前々から繰り返してお伝えしている通り、大きい流れが、ズドーンって、ね、動いていく可能性も、まあ、視野に入れつつっていうところなので、まあ、仮にね、まあ、高い位置から、入るチャンスがあれば、まあ、それはね、まあ、しばらくホールドしていくような流れにもなり得るからと。まあ、ただ、それはね、もうしばらく先になりそうなので、まあ、日経平均もね、まあ、先日大きく下落したっていうところもあって、まあ、いろんな、まあ、各国のね、まあ、イギリス、政治情勢が不安定だとか、そういうところもあって、まあ、いつ落ちてもおかしくないっていうチャートではあるんですけども、まあね、ここからまあ、ドーンと落ちてくるっていう感じではなくて、まあ、何度か押し目を作りながら、戻りを作りながら、まあ、レンジで反発をしながら、まあ、行くようなイメージのが、まあ、現状は強くなってきたっていうところですね。うん。下から今切り下げ、これドル円ですけどね、切り下げが来ているので、一度、まあ、戻しをつけた後に、まあ、再度ね、大きい流れの売りっていうところを狙っていきたいなと。まあ、そこまでの間は、こういうね、まあ、強い抵抗体からの反発、まあ、上位足との戻り売りと狙いながらね、いけたらいいかなというふうに思います。はい、今朝のチャンネル観察は移動です。それでは今日も張り切っていきましょう。